はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今ね、75日目になりました。もう早くも。はい。で、いろいろね、もう設備も揃ってきて、まあまあ戦えるようにはね、一応なってきたんですけど、まあミニバイクをね、前回作ったんで、マップ探索もね、結構しました。動画撮ってない、撮ってないところでね。で、ここ今いる町がね、割と大きくて、まあまあいろんな建物あるんですけど、ちょっと遠出をしましてね、この辺入っちゃいけないとこね。この辺は入れないとこです。ラット値が高くて入れないとこね。で、ずーっと下の方までこの道沿い行きまして、ここにね、町がちょこっとあって、で、この隣に割とこの大きめの町がね、ここにね、大きめの町がありました。で、どれかな、これがトレーダーかな、この辺がトレーダーなんですけど、これが多分トレーダーだと思いますね。で、プレイヤーのね、いた痕跡はね、こんだけうろうろしたんですけど、見つかりませんでしたね。ただ、このトレーダー、ここのトレーダーに行った時に、トレーダーの扉が開いてたんで、まあ、誰か来たんでしょうね。住んではないけど、住んではないみたいですけど、誰かここのトレーダーには来たっぽいですね。扉が開いてました、中の扉が全部。まあ、ルートなんか復活するんで、ルートは探索済みにはなってなかったんですけど、まあただね、住んでる形跡はどっかにね、拠点がありそうな、ゴアとかも一個もなかったし、扉とか建物壊されてなかったんで、扉も鍵かかったままだったんでね、他のここら辺のやつね、入り口のドアとかね、なのでまあ多分ただトレーダーに来ただけかなっていう感じですかね。で、この上の方にも行ってみて、ここにもね、ちょっとした町があったんですけど、この上にもね、ここは本当に誰もいなかったっぽいですね。未開の地ですね、この辺はね、多分。痕跡すらなかったですね。はい。で、まあまあ、ぐるっと回って戻ってきたみたいな感じなんですけど、プレイヤーがね、私の確認する限り、3人インしてくる人がたまーにいるんですけど、たまーにね、たまーに。さすがにこんだけマップ広い中で3人じゃね、出会わないな。もう死亡回数54とかだけどね、もうね。もうめちゃくちゃなことになってるけどね。こんなに死ぬことはまあないけどね。はい。ということで、まあまあ、この辺はね、で、リスポンスのが、敵がリスポンスするのがめちゃくちゃ早いんで、ぶっちゃけね、探索あんま進まないですね。一回で一気に探索してしまわないと、また後で来ようみたいに思ってるとね、すぐ敵が、すぐスリーパーがリスポンするんで、まあどうしようもないっちゃどうしようもないですけど、ということで、今ね、ということでじゃないな。で、このビッグフォージをね、作ったんですよね。2個ね。で、これを作ったことによってね、めちゃめちゃ貞子が来るようになっちゃったんですよ。貞子は、まあゲームステージがもうすぐ200に行くんで、悪魔も出てくるしね、なんか、夜になったらね。で、めちゃくちゃ貞子が来るんで、ちょっと考えたんですよね、どうしようかなと思って。ヒート値がね、めっちゃ上がるんで。で、そのフォージを使って、セメントとか作らないと、これね、コンクリート、この辺コンクリートに今強化しますけど、作らないとダメだっていうんで、この穴を掘りました。見てください、今フォージ上にビッグフォージ乗せて隠してありましたけど、ここにね、一応ね、穴掘って、ずーっと一番下の岩盤まで穴を掘りまして、なんだっけ、オーガをね、オーガ拾ったんで、一番下の岩盤まで一応掘りましてですね、これね、ポコッとここに部屋を作ってます。ここに部屋作ってますね。はい。いや、で、ここで1個だけ今フォージが稼働しますけど、これね、セメント作ってます。なかなか進まないんだよね、これね。なかなか進まない。ここにね、ちょっとまあ、部屋広げてね、まだこれ作ってる途中ですけど、これ部屋広げて、まあ、ここをメインの拠点にしようかなと。で、まあ、上はダミーじゃないですけど、まあまあ、上にね、ちょこっとした、キャンプファイヤーかなんか上に置いといて、あと、もう必要なものはね、全部下に移動しようかなと、いうふうに思ってますね。よいしょ。これね、ビッグフォージを置いちゃえば見えなくなるんで、とりあえず。とりあえずね。とりあえず、どこ行ったビッグ、あ、これか。これ置いちゃえば、とりあえず見えなくなるんで、まあ、ただ壊されたらね、気づくだろうけどね。穴開いてんじゃん、みたいな。多分壁をね、ロケランとかでこの辺壊されたらね、多分気づくと思いますけど、まあまあ、とりあえずそんな感じで、カモフラージュしていこうかなと。いう感じですね。はい。まあ、旋盤とか拾ったんですけど、
これがないから、これも作ってる途中か。この、これね、ダイス。ダイスがないんで、ツール&ダイセットね、がないんで、弾薬作れないですよ。そこが一番痛いですね。弾薬がね、なんせ欲しいんだけど、それが作れないからね、だからそれがないと、探索がね、進まないんだよね、なかなかね。うん、死んじゃうから。もうラグいからさ、敵がどこにいるか分かんないで、あの、表示されてる敵の位置と実際いる敵の位置が違うんで、実は。ラグいからね。うん。だからね、その敵のいるところを殴ってても当たらないし、全然いないところから殴られるし、大変なんですよね。うん、大変なんですよ。で、ここのね、隣の建物、ここも実は結構興味深くて、なんか地下が多分あるんだよね。ここに狼がいるんだけど、いるかな？いないか？あ、いるいる、ほら。ここに狼がね、ダイヤウルフがいてくれるんで、これでね、飯、ここで肉をね、確保して、こいつがどんどん湧いてくるんでね、ここで肉を確保して、とりあえず生活は賄っておりますね。これね、うん。倒せないんだけど、ここで殴ってれば、まあなんとか倒せるんで、これでね、死んだ？まだ生きてる？死んだ？死んだね。こういう感じでね、一匹ずつこうおびき出して、一匹ずつおびき出して、こいつをこうサクサクやることによって肉をゲットしております、私。そうやってね、今焼肉いっぱい作ってるけど、これね、ほら、34とかめっちゃ取れるんだよね、この人ね。さすがダイヤウルフ、ただのね、犬じゃないよ。ただの犬じゃないですよ。なかなかね、まあ強いけどね、強いけど、HP さえあればね、まあ死なないんで1匹ぐらいなら、何匹も来られるとやばいけど、1匹来るぐらいならね、まあ死なないんで。あ、で、ここをね、スロープにしました、ここ。あの、ミニバイクでこうやって入っていけるようにね、一応スロープにしてみました。うん。で、ここで、まあ焼肉とか作って、一応生活してるみたいな感じですね。これね、焼肉ね。焼肉。8個作れる。で、8回復するんで、焼肉1個でね。ただ、あの、健康値は回復しないんで、HP は上がらないんですけど、そこはね、もう、断るごとにこのペインキラーを飲んでですね、3分おきにペインキラー飲むみたいな。まあまあ、待ってればね、回復するんですけど、自然回復するんですけどね、しばらくじっとしてればね、うん、という感じでやっております。はい。で、まあ、そろそろね、プレイヤーもいないんだったら、どうしようかなっていうところもあるんですけどね、移動しようかなみたいな。ただ、このサーバーがね、あり続けるのであれば、このサーバーでね、もうでかい建物、このままね、この建物広げて、ちょっとでかいの作ってもいいかなと思うんですけどね。まあその辺まだちょっと考えております。はい。で、コンクリートを今作ってるとこなんで、コンクリートミックスね、この辺、まだ全然できてないけど、大変だね。なかなか出来上がらない。はい。まあ、そんな感じで一応やっております。ということで、まあ、今日はこんな感じなんですけど。今日ちょっと時間がないので、撮ってる暇がないんだよね。残念ながら。はい。まあまあ、一応ね、動画外でいろいろ進めてるので、今回の動画は、そんなご報告ということで、誰かね、もう暇な人いたら来てください。本当に。ここにいるんで、ここ。このね、あの、座標覚えておいてください。座標覚えておいてください。ここに来てください。はい。いや、2人とか3人とかさ、パーティーでやってみたいよね、なんかね。このラグイ、この世界でもさ、1人じゃなかったらなんとかなるでしょっていう気がする。うん。まあ、気がするだけでなんともならないかもしんないけど。2人いたって2人で死にまくるかもしんないけどね。うん。まあ、もうすぐステージ200に行っちゃうんで、結構強い敵も出てくるんでね。うん。まあまあ、暇な人いたらね、一緒にやりましょう。はい、ということで、じゃあ、今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。